皆さんこんばんは。本日も文化チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はデルフォニックスの直営店で購入したもの、ハイタイドストアで購入したものをそれぞれ紹介していきたいと思います。まずデルフォニックスの直営店で購入したものなんですけれども、こちらは渋谷のデルフォニックス直営店のお店の様子です。デルフォニックス直営店というとスミスというセレクトショップを思い浮かべる方も多いのかなと思います。私もスミス好きでよく行くんですけれども、スミスよりもデルフォニックス直営店の方が店舗が広い、そして白を基調とした感じ、そんな印象を受けました。東京にはデルフォニックス直営店がもう一つ東京駅にもあるようなので、今度そっちにも行ってみたいなと思います。こんな感じでロール板がずらーっと並んで展示されているのも素敵でした。お店に行った時はですね、アメリカの紙製品ブランドモーグリーとロール板のコラボ商品が並んでいました。どれもめちゃくちゃ可愛いですよね。特にですね、ハンドクリームとかいいなぁなんて思ったんですけど、結局今回は我慢して帰ってきました。それではいよいよデルフォニックス直営店で購入したものを紹介します。今回はですね、前からずっと気になっていたものがですね 50% オフになっていたので、それを購入してきました。それがこちらのフロッタージュシートという商品です。これをですね、紙の下に引いて、あとは鉛筆でガーッとこすると文字とかが浮かび上がってくるっていうアイテムです。こちらの透明なシートがフロッタージュシート本体なんですけれども、文字や絵柄の部分がデコボコしています。試しに鉛筆で早速やってみようと思います。塗り絵をするような感覚で鉛筆をですね、優しく撫でてあげると、こんな感じで簡単に文字が浮かび上がってきました。子供の時になんかこういうおもちゃじゃないですけど、なんかあったような記憶がうっすらありますが、とにかく楽しいですね。今回は月や曜日、それから数字など、とにかく手帳とかで使いやすそうなものを選んで購入してきましたが、他にもですね、猫の絵柄とか鳥のものとかいくつか種類がありました。私は字やイラストが苦手なんですけれども、これなら簡単に可愛くできそうですよね。しかもシールと違ってかさばらないっていうのもいいなと思いました。今度ね、使ってみようと思います。続いてハイタイドストアです。宮下パークの中にあるんですけれども、パルコよりも宮下パークの方が新しいせいか、こちらの方が人が多くいました。今写しているのはですね、コーヒーで染めたノートということです。コーヒーの種類とかによって染める感じが変わるんですね。デルフォニックスは仕事文具とかそういった感じで、ちょっとスタイリッシュな印象とかがとても強い感じのお店だったと思うんですけれども、ハイタイドストアはどちらかというとちょっとポップ寄りな、そんな感じがしますね。というわけでハイタイドストアでの購入品を紹介していきます。このレジ袋、有料ではなくて普通に入れてくれたんですけれども、めちゃくちゃいい感じですね。あとしおりもあったのでもらってきました。割としっかりした作りなので、本当に本に挟むのに良さそうです。お店でお買い物したらステッカーをいただけました。何種類かあった絵柄から選んできました。それでは購入品ですね。まず糊です。あまり見たことのないこのポップな感じの糊がちょっと気になったのし、糊なら絶対に使う消耗品なので購入してみました。今のところ触った感じ、普通にちゃんとつきそうな感じがしますね。トンボのスモーキーカラーの糊とは違った大人可愛さがある糊でした。続いてはキーホルダーです。
表面がハイタイドのロゴ、裏面が別の絵柄なんですけれども、私はビールの絵柄のものにしました。ここのビールの部分がですね、車だったりコーヒーだったり、バリエーションがとても豊富でした。これはインナーキャリングにつけたいなと思って購入してきました。購入品ラストはですね、ハイタイドストアのギフトバッグです。このような巾着式のものです。ギフトバッグはサイズが3種類ぐらいありましたが、これは S サイズです。めちゃくちゃ可愛いですよね。私巾着好きなんですよね。あとちょうどプロッターの持ち運び用の入れるものを探していて、これちょうど良さそうだなって思ったので、もうこれにしました。バイブルサイズのプロッターを入れてみたんですけど、本当にぴったりサイズ、シンデレラフィットでした。プロッターはこのバックプレートの部分がちょっと出っ張っているので、ここで他のものとかを傷つけちゃったりするんじゃないかっていう不安とかがあったので、こういったバッグに入れて持ち運べると、そういう傷つきの防止とかにもなっていいなと思います。というわけで、今回は渋谷のデルフォニックス直営店、それから宮下パークにあるハイタイドストアで購入したものを紹介してみました。